スタートしましたかね。あ、できてるわ。オッケー。あ、こんばんは。こんばんは。あの糸口の顔がもうこれひどい。どうですか。お気づきでしょうか。時刻は7時38分頃でしょうかね。はい。今日配属1日目。2人無事に正式にアナウンス部に配属されまして、はい、はい、よかった。あー、よかった。でも今日一日ね、糸口さんはよく頑張りましたね。本当に今日何をしたんですか。今日配属1日目で、はい、大丸さんのプレミアムスイーツという催事場の取材をさせていただきました。はい、もう一回言います。配属1日目ですね。配属1日目ってなかなかすごいですね。同期でね、この糸口の頑張りを見てたんですけれども、すごい頑張ってました。本当に。頑張ってた？はい。よかった。5時台の糸口の顔を皆さんに見てほしかったです。本当にもう放送が5時台にあって、でその放送を見届けた後の糸口の顔、こんな感じです。もう見事なまでのハの字ね、眉毛。終わりました。本当にね、でもよく頑張ったね。もう本当に全然研修というか、うん、原稿読みとか発声練習とかアナウンサーらしいことは一回置いといて、実践の場に出させてもらってすごく光栄であるとともに、うん、ちょっとドキドキというかビビりながら、ね、ちゃんとこう読みとか原稿読みとか、うん、それこそ今日糸口がやった仕事はリポートなんですけど、どうやってじゃあリポートをするとかいうのをまだ私たちはこう分からないまま、とりあえずね飛び込むっていう、本当にとりあえずのでちょっとこの疲労困憊顔なんですけど、今日も頑張りました。終わり。終わらないまだ終わらない。あ、そっかそっかね。北海道にやってきて、うん、1ヶ月が経ったぐらいかな。そうですよ、私たちは道外出身なので、うん、大学の卒業式がもう3月の後半とかだったので、終わってから、そうだね、2人とも来て、どう一人暮らし。そうね、ずっと神奈川県出身でずっと大学生まで実家だったので、こう一人で生活する、しかも知らない土地でっていう疲れもまあないことはないんですけど、もともと結構一人で行動するのとかは嫌いじゃないタイプなので、割と快適に過ごしておりますよ。ますか。え、どっか食べに行ったりしました？あー、すすきのの美味しいラーメン屋さんとか、 あとはファクトリー、札幌ファクトリーの中のスープカレーとか。あ、行ったんだ。行った、ファクトリー行った。おとかね、その同期のことを、はい、ジンギスカン食べに行ったんよ。あ、そうだそうだそうだ、ジンギスカンね。ジンギスカン本当に、え、どこ行ったのそれ。え、そう、すすきのの、名前忘れちゃった、結構ね、はい、いい感じのところに。いい感じの、そうそう、なんかね、ジンギスカン私臭みあるやつがあんまり得意ではなくて。確かにね、癖あるのはあるからね。それはどんな感じだった？いや、全然なかった。あ、そうなんだ、うん、まあその癖、まあありすぎるのもあるけど、うん、でもまあこの羊特有の感じはあるけどね。でも美味しかった。まあそれがジンギスカンですからね。本来の、うん、
意外とそう札幌来て驚いたのがジンギスカンって家庭料理なのがめっちゃ驚いた。いやそれそうだよね、どうしてもこっちではやらないもんね。やらないし、やっぱりね道外出身だとご当地グルメ感が強くて、うん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 、いやいや札幌っていうか北海道の人でも食べないよみたいなあれなのかと思いきや、いや家庭で食べますみたいなのが多くて、ね、本当に今はお花見ではできないんだろうけど、うん、なんかお花見でもジンギスカンやるんだよね。あらしいね。こっちで大阪とか神奈川でいう、うん、何お花見にするバーベキューのお肉がジンギスカンみたいな感じで聞いて あそこなんだって。カルチャーショックだよね。確かにいやすごいわ。でそれで言うとその北海道に来てみてびっくりしたこととかなんかある？びっくりしたことか、個人的には結構新築のマンションとかだとバルコニーがない、うんうんうん、あそう外干し文化がない。それ不動産屋さんにも言われて、うん、こうなんだっけ間取り図見てる時にベランダないですねって言ったら不動産屋さんがそういえばないですねそういえばなんだよ、えこっちとしたら本当にあるのが当たり前というか、そうそうだって外に干すもんね洗濯物。そう部屋干しするっていうのは雨の日とか、うん、そうそれぐらいしかね、うん、ないよね。びっくりだよね。あと段ボールが、うん、こっちでは普通に捨てられない。あの循環コンビニとかそれこそセイコーマートに持って行って、何度お世話になったことか。あ、持って行きました。めっちゃ持ってったすいません。そう私は引っ越しの時に、うん、その段ボールで全部荷物入れて郵送してて、うんうん、で、そう、でその荷物が届いていざ、うん、じゃあもう家段ボールだらけになるよね。そうね、うん、で大量に段ボール入れて、うん、詰めて重い段ボールをセイコーマートまで担いで持ってくっていう担いだんだ。そう多分噂になってるこの週でで段ボール担いだ女がいるぜ。さぞかし荷物多かったんだな、ね、引っ越してきたのかなっていうのがバレバレな感じで段ボール持っていきましたけど。そう、ね、確かにそれはね、だって段ボール回収の日あるもんね。あ、そう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 。とか分別がね本当にしっかりしてる。そう、え、そうじゃない、こっち、え、なんかさ紙とかさプラスチックとか、うん、生ゴミとかもさなんか全部ちゃんと分けられて。プラは分けることない？いや分けるんだけど、なんかその何て言ったんだろう、容器プラみたいなの。あ、そう、なんかいろいろ分けて、はい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 、で細かく分けるんだっていう驚きはあったね。でも私瓶缶ペットボトル全部一緒なのびっくりした。あー、え、横浜は瓶は瓶ペットボトルが一緒で缶は違うのよ確か。あ、そうなの。だから全部一緒に捨てちゃっていいの。え、これでさ、私私とかのさ分別がより違うのバレたらどうしよう大丈夫かな。じゃあ分別の話はねちょっと、ね、もうやめとく。お互い、ね、ちょっとね自治体にね怒られるからさもうやめとくか。糸口さん間違ったこと言ってますよ。間違ってたら言ってほしいですね。はいはい札幌市の分別ルールここまで教えてください。多分大丈夫な話、ね、でも一人暮らし始めて、うん、それこそゴミちゃんとその回収される日に出すとかも、うん、いや今日ブラの日だみたいな。わかるわかる。そう、え、それこそさ、うん、え、掃除とかさ、はい、料理とかさ、だって柴田もさ、はい、一人暮らし初めてじゃん。はい、やってる？ちゃんと。そうですね。いや掃除はあのちょっとやっぱり家は綺麗にしとかないといけないかなって思ってなんか言いとりますけども毎日やってるんですけど料理、いやこれね本当にあの休みの日に作り置きしようと思って頑張ろうと思うんだけど、うん、やっぱちょっと遊びたいかなみたいな。ちょっとやっぱりせっかく北海道に来たら確かにね遊びたいかなって思ってちょっとサボっちゃうんですよね。最近どこ行ったの？
最近はそれこそニセコいいな。そう、あのニセコって私スキーとかのイメージ。そうそうだよね、うん、違うんですよなんかすごいとこ見ちゃったけど違うんですよなんかアナザースカイでニセコを紹介されてて、うん、そう芳根さん、芳根女優の京子さん、芳根京子さんが行ってて、はいはい、もう行きたいってなって、で、あの本当はその、うん、アナザースカイ旅みたいな感じで行こうと思ったんだけど、うん、なんか美味しいサンドイッチ屋さんがあるって聞いてニセコに、うん、ニセコって結構カフェが多いんだよね。で、なんかその外国の方とかもいて、うんうん、なんか「ヘイ!」みたいな感じですごいあのカフェの中がその、まあ、外国の方たくさんいるんだけど、うん、本当に常連さんなのかなっていう。え、そうなんだ。マリー、ヘイ、ヨマリーみたいな。そんな結構距離近い感じなんだ。感じで、そう、結構外国の方もたくさんいるし、っていうカフェが多いっていう。だから今の時期でも全然楽しめる。そうなんだ。すごい冬のイメージあったから。そう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 。ね、夏行きたいな。本当に。そう。またね、サンドイッチ屋さんに行きましょう。っていうので。あの今アナウンス部長があのドアの前を覗いた影が見えたんですけど、すんね、まあ、聞かれて困るような内容でもないけ ど、ちょっと見てるとドキドキするはするから、ね、これ自体はあの2人でざっくばらんに話していいよっていう風に言われ、今こうやって回してるんですけど、多分ちょっとあのちゃんと喋ってるかなみたいな感じで、多分確かに覗いてくれてるのかな、ね、いざ二人きりにされてちょっと何も喋らないとかだったらちょっといろいろちょっとまずい、ね、この先やっていけるかなみたいな、やっていけないかもしれないけど、でも なんだかんだ言ってあもう8時だね、15分ぐらいやってる、あもうそれぐらいまだか、あけど11分、10分やってるのか、よかった場が持って違う違う、けどまだなんかぎこちないよね、なんかそのカメラの前に立ってなんか話すのね、話すのね、全然やっぱりまだ慣れないね、そうだそうだすね慣れてなさが出ました、こんな感じなんです本当に。